2013年のウィットビーゴスウィーケンドでビクトリア朝的なゴシックファッションを着る少女。ゴシックファッションのカップルゴシックファッションはファッションスタイルの一つである。ゴシックファッションという名称からゴシック時代のファッションを再現したものであると解釈する人もいるが実際のゴシックファッションにはビクトリア朝風ドレスやエリザベス朝風のものが見られほとんどは ゴシック様式などの中世ヨーロッパ的なものから直接影響を受けているわけではない。だが、それは現代のゴシックファッションの話であり、本来のゴシックファッションは15世紀前半に西ヨーロッパで生まれたものである。多くの映画に描かれた吸血鬼の衣装、あるいはその時代設定である19世紀ヨーロッパの衣装、特に礼服がゴシックファッションのモデルになっているのではないか。 高原恵リは指摘している。また、それとは別系統のゴスファッションとして、パンクロックから派生した、異形性などを強調したようなスタイルもある。ゴシックファッションは、アメリカ、フランス、ドイツ、イギリスなどで一部の人間に愛好され、日本にもそれを好む人はいる。ゴシックファッションとそれをめぐる、文化現象については、批判的な見方も多いが、肯定的な見方も多い。 海外では主にゴシックロックのファンと結びつけられるが、ゴシックファッションを身にまとった人がすべてゴシックロックのファンというわけではない。また、日本のゴシックファッションの愛好者は、ゴシックロックやゴシックメタルを聴かない人間がほとんどである。さらに言えば、ゴシックメタルはゴシックファッションよりも後に誕生した文化である。日本では、ゴスはゴシックの短縮型として使用されることもあるが、 英語の頭大文字のゴスは、第一義的には、ゴート人を指す名詞である。今日の欧米のポピュラーカルチャーにおいてゴスは、ゴシックロックや、ゴシックファッションに関して使われる用語であり、それらの愛好者を指す名詞でもある。いわば、ゴストは、ゴシック的な人々のことである。ただし、ゴシックファッションをしている人が、必ずしも、ゴシック的な精神性や、美意識、 ゴシック的なものに対する趣味、思考を持っているとは限らず、逆もまたしかりである。で、ウェーブゴティックトレファン。ゴシックロック的な白塗り化粧。ゴシックからの派生や他のスタイルとの意思交配によって、ゴシックファッションにも様々なパターンが生まれている。正統派のゴシックファッションには、ロマンチゴスと呼ばれるスタイルがある。ロングドレスにコルセット、スーツ、クラシックなシャツにパンツ、 タイやロングブーツなどを身につける。悪魔や魔女などを連想させるアイテムも好まれる。パンクゴスはイギリスのゴシックムーブメントの発祥地とも言われる1980年代前半に存在したゴシッククラブバッドケーブで見られたような当時はゴシックパンクとも呼ばれ、音楽メディアによってポジティブパンクと命名されたバンドのような格好である。 1990年にオープンしたロンドンのトーチャーガーデンでは、ボンデージや SM などのフェティッシュ系ファッションとゴスが交差し、このクラブはゴス文化の発信源の一つとなった。英米ではゴスとレーバーのハイブリッドのような派手な色のヘアーエクステンションをつけるサイバーロックスと呼ばれるヘアスタイルが特徴のサイバーゴスというスタイルも登場している。 ゴシックロックやメタルなどの音楽から派生したファッションは、マリリン・マンソンのような死体などを思わせる白塗りの化粧に、目の周囲に黒く濃いアイシャドウを塗り、黒髪に全身真っ黒の布がたっぷりとした、あるいはスーツのようにきっちりと体のラインを強調する、服装、さらに悪魔性を強調したシルバーのアクセサリーなどをつける。アメリカでは、現在ポップパンクやエモコアのバンドの中には、 ゴシックファッションに影響を受けたようなファッションをしているものがいる。アメリカではそれらのバンドの影響を受けたようなファッションが有名で、そのためゴシックファッションと混同されてしまいやすい。むしろそれらのファッションの方が人気が出てしまい、近年のアメリカでは正当的なゴスが減少しているのが現状である。女性の場合、ボンテージスタイルのような露出度の高い類を身につける場合もあり、 髪の色も黒髪、金髪、緑色などパターン化している。基本的に白や黒などモノクロームな色調の服装が多いが赤や青、ピンクなど派手な色調のゴシックファッションもある。ゴシックファッションも前述のような例だけに収まらず日々多様化しており、ファッションにおけるゴシック相対を具体的に定義することが困難になっている。一時期シスターズオブ。 マーシーのメンバーだったパトリシア・モリスン。ゴシック風スタイルの女性パンクの初期の例。ゴシックファッションは、ダーク、ミステリアス、エキゾチックといった複合的な特徴を持つ、服飾様式である。ゴスカルチャーを担う人々が身につける。黒を基調とし、時には不気味な印象を与える衣装のスタイルであり、典型的なゴシックファッションは、蒼白な肌と黒髪、黒いリップ。 黒服を含む。男女ともゴスは黒系のアイラインを入れ、黒系のマニキュアを塗る。パンクファッション、ビクトリア朝のファッションやエリザベス朝のファッションを取り入れていることが多い。ゴスファッションはヘビメタルファッションやエムファッションと混同されることがある。シントラ・ウィルソンはファッション誌の専門家であるバレリー・スティールの論を引き、現代のゴススタイルの起源は、 ビクトリア朝の模服ブームに見出されるとしている。ゴスファッションはその黒ずくめの服で識別できる。テッドポレマスは、ゴスファッションをシンクや紫を帯びた、ふんだんな黒いベルベットやレース、メッシュ、レザー、それにタイトなレースコルセット、手袋、ピンヒール、宗教的なものやオカルト的なものをモチーフにした、シルバーアクセサリーで飾られると描写した。 研究者のマクシム・ W ・フィレクは次のように指摘した。ゴスは1970年代のディスコ時代のこじゃれたファッションに対する反抗であり、1980年代のカラフルなパステル調ときらびやかさへの意義も押し立てである。黒髪、黒っぽい服と血の毛のない顔色はゴスを着こなす人の基本的な身なりとなる。逆説的に言えば、ゴスルックとは、 好奇ビクトリア朝の行き過ぎたファッションの現代版であることを示す、ゆったり垂れた黒いケープ、フリルのついた袖口、青白いメイクと染めた髪を際立たせた、ただのカジュアルルックを恋に大げさに表現したものの、一つである、と論じてもよい。前述の通り、欧米のゴシックファッションは、ゴシックロックなどの音楽に影響を受けたものが主流で、あり、不健全さや反動特性が強調され、 パンクファッションのような反体制的な過激さを持ち、ラバー素材やモヒカン、ビティアス、タトゥーなどのハードコアな印象を第三者に与えるものがゴシックであるとされている。また、特にフェティッシュな要素のないゴシックファッションでも、一般的なカジュアルな服と同じくらいには、肌を露出するのが普通である。一方で、日本のゴシックファッションは海外に比べ、露出しない服装こそが、 よりゴシックらしいと思われている。また、ゴスローリに影響されたような、レースやフリル、バッスルスカートやコルセットといった、ドレッシーなものが主流であり、欧米で見られるようなハードな印象を与える、ゴシックファッションはあまり見られず、むしろロマンティックでさえあるものがほとんどである。日本のゴシックムーブメントは、古くは1980年代に遡る。和製ゴシックロックといえるオートモッドや、 マダム・エドワルダ、G、趣味、アサイラムといったポジティブパンクバンドの登場により、日本でも一時的ではあるがサブカルチャーとしてゴシックムーブメントがあった。フールズメイト初代編集長だったユーボー2の北村正武が運営し、サーダムやアサイラムが所属したトランスレコードのバンドのギグにはトランスギャルと呼ばれた黒服をまとう女性ファンが集まった。このムーブメントは、 後のビジュアル系バンドの登場にも大きく関わることになる。ビジュアル系のヨシキやキヨハル、ハイド、ルナシー、バクチクのメンバーも、バウハウスなどに代表されるバンドのゴシックムーブメントの影響を受け、自身の服装に取り入れるなどしていた。ゴシックファッションの男性とゴシックロリータの女性、その後、日本ではゴシックファッションをロリータファッションと組み合わせた。 ゴシックロリータが生まれる。ゴシックロリータファッションにおいてのゴシックの要素とは、クラシカル系、ロリータのクラシカルやパンクロリータのパンクと同様、モチーフや色調のみによる非常に曖昧な定義であり、ゴシックファッションのシルエットは、ゴシックロリータでは取り入れられていない。また、そもそもゴシックロリータで表現されるゴシックの要素と、 欧米など海外で表現されるゴシックファッションのゴシックの要素とは微妙に意味が異なる。ゴシックロリータはゴシックファッションよりもロマンティックでセンチメンタル、ナイーブな要素が強い。ゴシックロリータはゴシックファッションにロリータ服のテイストを加えたというよりもロリータファッションで表現される精神性を基盤にゴシックファッションを引用し取り入れた服装であるといえ、 そのため、ダークカラーのバラや単美な蝶といった、ゴシックよりも、いかにも、ロリータファッションの少女が好みそうなゴシック小説の要素が、ゴスロリでは強調されている。現在、一般的には、ゴシックファッションよりもゴシックロリータファッションの方が有名であり、世間でいう、ゴスロリと混同されがちである。また、ゴシックファッションの衣装が一部のビジュアル系バンドに取り入れられているので、 ビジュアル系バンドの衣装コスプレと捉えられてしまうこともある。また、パンクファッションとの混同も見られる。15世紀前半に西ヨーロッパで生まれたファッションである。はっきりとした色使い、奇抜な装飾、誇張された体型が特徴である。現代のゴシックファッションとは異なる。ありがとうございます。